スルヤ・ボナリーは、フランス出身の女性フィギュアスケート選手で現在は、プロスケーター。1991年により、欧州選手権5連覇。1991年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。アルベールビルオリンピック、リレハンメルオリンピック、長野オリンピック女子シングルフランス代表。アフリカ系フランス人である。養父母のボナリー夫妻は、彼女の出自を、 レユニオン系としている。1973年、フランスのニースで生まれる。スルヤという名前は、サンスクリット語で、太陽を意味する。生後18ヶ月で、個人院からジョルジュ・ボナリー夫妻に幼女として迎えられ、体操教師であった幼母、シュザンヌの指導の下幼少時は、体操選手としても活躍する。後に体操選手としての素養を活かし、バックフリップを完成させる。 シュザンヌは、スケート選手時代後期のコーチングも務めた。10歳よりスケートを始める。11歳の時、ボナリー一家は農場を引き払って、パリへ引っ越し、そこで、リディエ下ゲ,ゲに見出され、本格的な指導を受けるようになる。幼少時からの体操選手としての経験と天性の素質に恵まれたことで、あっという間に、フランス国内大会で上位に上り詰めた。その後、 欧州選手権後連覇などの偉業を達成するものの、世界選手権では優勝経験はない。1998年に選手を引退し、プロに転校。2003年にアメリカ合衆国の市民権を取得。ネバダ州ラスベガス在住。ベジタリアンであり、動物愛護運動の活動家としても知られる。ジュニア時代から才能を開花し、 1989年から1997年までのフランス選手権9連覇。1990から1991年シーズンの世界ジュニアフィギュアスケート選手権では優勝を果たし、1991年から1995年までのヨーロッパフィギュアスケート選手権5連覇を果たした。1991年の世界。 フィギュアスケート選手権でボナリーは女性では世界初となる4回転トーループに挑んだ。片足では着氷したものの明らかに回転不足であり、他ジャンプも失敗が響いて5位だった。なお、この時飛んだ4回転ジャンプは国際スケート連盟が認定しないままギネスブックに一時記されていた。1992年に地元フランスで開催された アルベールビルオリンピックでは開会式で選手先生を務めた。競技ではショートプログラムで3位だったがフリーでは風による体調不良でジャンプを転倒するなどで5位入賞にとどまった。翌1993年の世界選手権ではオクサナ・バイユルに次いで2位に入り初の表彰台となる銀メダルを獲得した。1994年リレハンメルオリンピックの ショートプログラムは前回大会と同じく3位スタートだった。フリーでは難度の高いトリプルルッツを前半、後半で挑戦するもいずれも失敗してしまい、惜しくも4位入賞に終わった。1994年の世界選手権は直前に行われたリレハンメルオリンピックの女子シングルメダリスト3人が欠場し、同オリンピック4位のボナリーと、 同オリンピック5位の佐藤由香との一気打ちが注目された。予選、ショートプログラムで佐藤が1位、ボナリーが2位となる、文字通り一気打ちの展開となった。迎えたフリーでは、ボナリーはフリー冒頭にいきなり助走なしでダブルアクセルを飛び、さらに難度の高いトリプルトウループ、ハーフループトリプルサルコーダブルトウループのジャンプシークエンスを成功させたが、 トリプルルッツでは、両足着氷、トリプルループでは手をつくミスがあった。計7つのトリプルジャンプに挑戦し2つミスがあったものの、コンビネーションジャンプは3つ成功させた。一方、佐藤由香は、トリプルトーループが、ダブルトーループになるミスはあったものの、計6つのトリプルジャンプを成功させ、コンビネーションジャンプも2つ成功させた。技術点では、ボナリー、芸術点では、 佐藤とジャッジ9人の票も割れたが、最終的に4対5で佐藤が優勝を決めた。表彰式でのボナリーは、表彰台に登らずに悔し涙を浮かべ、プレゼンターになだめられようやく表彰台に登ったが、首にかけられた銀メダルを外して、審査員への抗議を表明した。1995年の世界選手権、再び、ボナリーは難度の高いコンビネーションを連発するもショートの、 失敗が響いて優勝した沈路に次ぐに、世界選手権では3大会連続の銀メダル獲得だったが、これが自身最後の表彰台となり、念願の1位になることはついになかった。翌1996年頃からトリプルルッツが不振となり、国際大会でも成績が振るわなくなる。なんとか得意のトーループとサルコーで試合をしのぐようになった。 1998年、長野オリンピックのショートプログラムでは、上位選手がショートプログラムでトリプルルッツダブルトーループを見せるも、ボナリーだけはトリプルトーループトリプルトーループという3回転プラス3回転のコンビネーションを組む。技術、芸術点ともに思うような高得点が出なかったが、なんとか最終組上位6人に残った。フリープログラムでは、 トリプルトーループトリプルサルコーのジャンプシークエンスで転倒、トリプルフリップで両足着氷、つなぎでつまずき、トリプルループは回転不足、トリプルトーループからのコンビネーションジャンプではシングルループとなるなどミスが続く。そしてプログラム最後のジャンプで ISU ルールでは禁止されているバックフリップを行ったのだった。その直後解説の佐藤ゆかは今のはあのー 競技会ではやってはいけないと苦笑しながらコメント。ボナリーのバックフリップにより会場の観客は騒然となった。演技終了後、普通は審査員に向かってポーズを決めるところを、ボナリーは審査員に背を向けて観客に笑顔でポーズを取った。三回転ジャンプの度重なる失敗に加え、ルール上の禁止義を行ったこともあり、審判からの採点は伸び悩み最終的に10位に、 終わった。それでも指導者であり、母のシュザンヌ・ボナリーや友人、フィリップ・キャンデロロの母親は、ボナリーを温かく迎え、点数表示板の点の低さよりもボナリーを祝福する、幸せな瞬間であった。NHK アナウンサーのカリア・フジオは、そのボナリーのバックフリップに驚きを隠せずに、エキシビジョンなどでは許されていますが、競技会ではやってはいけないことになっています。できれば、 あくまでも競技会の規定の中で勝負して欲しかったボーナリー。これは点が低いのは当然なんですが、それを知らない場内からはブーイングが起こっています等々実況。ボーナリーはキスクライに座った後、長野五輪で金メダルを獲得したったらリピンスキーの演技を干渉してから静かにステージ裏に下がっていった。オリンピック後にプロに転向。現在は チャンピオンズ・オン・アイスなど様々なアイスショーで活躍している。彼女の一連のエピソードはテレビ朝日制作の番組マツコ吉の怒り浸透で取り上げられて一部で反響を呼んだ。またフジテレビの教訓の勧めでも紹介された。その中で荒川静香はそのパフォーマンスを人生で一のシーンだと言い、見ててあやっちゃったって思った。わ、かっこいいなと思った。 ルールにとらわれて自分らしさを失いたくない。そこで取り入れたのが稲葉ウアーで人の記憶に残るスケーターになりたいと強く思ったと語っている。彼女の最大の魅力はジャンプであったが回転不足や両足着氷が多かった点も指摘されており、これが世界選手権で1位になれなかった理由の一つに挙げられている。彼女は恐れずに 難度の高いジャンプやコンビネーションに挑戦していく姿が最大の魅力であった。また、スケーティングについては評価が低かったが、94年頃からは改善が見られるようになった。リレハンメルのエキシビジョンでは4回転にも挑戦し、転倒したが、その挑戦意欲は賞賛を呼んだ。アクロバティックな演技は観客からの人気が高く、 当時最も人気のあるスケーターの一人であった。アルベルビルゴリン及びディレハンメルゴリンのエキシビションではバックフリップの片足ぶりを決めてテレビ解説者のいがら文ふらは片足で降りてしまいましたねと称賛した。通常、後方宙返りは体重が片足にかかるため両足で着氷するが、ボナリーは体操選手としても活躍していたため、 このようなアクロバティックな技をこなせたのである。なお、長野五輪のフリースケーティングで禁止されているバックフリップをあえて披露した理由には、後日上位入賞者が出場可能のエキシビジョンへ出る可能性がなくなったから、とも言われた。プロに転校した後もボナリーのバックフリップは健在。彼女の最大の魅力のジャンプに加え、演技後半に見られるビールマンスピンも、 彼女のスケーティング能力の高さを十分に伺わせるものであった。1997から1998シーズン 2020-2021ISU グランプリシリーズは非公認大会。新型コロナウイルスの影響で変則開催のため ISU の公認記録に反映されない。また世界ランキングのポイントも付与されない各大会の出場者を 地元選手や開催国に拠点を置く選手らに制限しており公平性を保つため国際スケート連盟2020年10月26日フィギュア今期 GP は特典非公認変則開催で日本経済新聞 h t t p s r l n i ケ c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlsxk20048x21c20a0000 s イコール62021年9月6日閲覧ありがとうございます。